第10章、嫁のお香は19になったばかり。まだ初々しい感じですが、顔の表情の子供らしさに似ず、体の方はよく発達して、上背も肉付きも申し分なく、色白でポチャポチャして、健康そうで肉感的でさえありました。お門のハキハキしたのに比べて食い足らなさはあるでしょうが、この眼蓄の多い従順さと成熟しきった肉体が案外夫の溺愛の的だったかもわかりません。お門のことについては何を聞いてもただおろおろするだけ、一向に要領を得ませんが、一五郎はどんな男だと聞くと、遠慮しながらも、あの人は気が荒くて何をするかわかりません。お門さんも避けるようにしていましたと含みのあることを言います。お常に対しては姑のお格以上にはばかる様子で、そりゃ親切にしてくださいます。でもあんなによくできた人から見ると、私は足りないところばかりですからと遠慮が先に立ちます。小吉に対しては全く無関心で、何を聞いても積極的な考えがなく、おゆきさんが気の進まないのも無理ありません。そろばんの方はよくできてもあんまり地味で、というのが精一杯です。ゆうべお門が殺されたことについては何の考えもなく、夜中一度も目を覚まさなかった若さを決まり悪そうに白状しているだけのことです。娘のおゆきは18、わがまま一杯に育った金持ちの娘というほかには大した特色もありません。痩せ立ちですが器量はいい方、おばのお常に似て、年を取ったら案外の希少物になるかもわかりません。お門に対してはその綺麗さと魅力とに少しばかりの嫉妬を感じていたらしく、あんなに派手で男を何とも思わないんですもの、大勢からやいやい言われるのが嬉しくてたまらない様子でした。お門さんと一番仲のいいのはおばさんのお常さんで、一番仲の悪かったのはお甲さんかしら。そんなことをつけつけ言います。男たちに対しては、一五郎さんはあれは少しバカよ、威張ってばかりいるんですもの、小吉殿は気が知れないから私は大嫌い、怖いんですものと、娘の神経を脅かすものが小吉の性格に潜んでいそうです。お門は本当に隣の近所のところへ嫁に行く気だったのか。こんな微妙な問題に対しては、年頃の小娘が一番よく知っていることを平次は気がついたのです。散々男の方に騒がられると、おしまいにあんな取り柄のない男がよくなるのね。そりゃ近所さんは小粋でちょいっといい男には違いないけれど、そういった皮肉な観察です。もう一つ聞くが、おばのお常さんを恨んでいるものはねえのかな。おばさんを恨んでいる人というと伊予崎さんかしら。でも伊予崎さんは後沿いにおばさんを欲しいと言い出したくせに、なんとかうまいことを言って破談にしたんだから恨んでいるかもしれない。そういえばおばが恨んでいるのはもう一人ありましたよ。誰だよそれは。平次は乗り出しました。1年前に亡くなった私のお父さん、若い自分に無理にでも嫁にやってくれたら四十島田で世間から変な目で見られることもなかったのにですって。ずいぶん勝手でしょ。あんなに取りすましてやかましいことを言ってるくせに、おばさんは心の中では嫁に行きたかったんですね。女って変な意地を張っちゃいけないのね。ひとかどのことを言って分別臭い顔をするのです。下女のお六はもっと猛烈で無遠慮でした。27、8の達者で口豆で働きもするが金棒も引くといった、こればかりは六人の女のうちで世間並みの醜い女です。お門さんは騒がれることが好きで好きでたまらなかったのです。毎晩店の前を行ったり来たりする若い男だけでも 2,3 人はあったでしょう。中には手ぬぐいなんかかぶってちょいっとおつな喉で歌なんか聞かせてね。それはちょんまげを言った騎士たちの優に優しきセレナーデだったのです。おばのお常さんはどうだい。
あんなに利口な人ですが、時々気難しくなったり、泣いたり笑ったり、人に突っかかったりすることがあります。普段は申し分なくいい人で、物の分かった方ですが。それは老女オールドミスによくある更年期のヒステリーでしょう。平次はそんな理屈は知らなくても、世間の例はたくさん見ております。女はやはり嫁に行くことですね。私なんかこれでも一度亭主を持ちましたが、飲む使うの三等楽に愛想を尽かして3年前に別れてしまいました。そんな亭主でも可愛がってくれさえすれば辛抱ができるじゃないか。一人で寂しく暮らすより殴ってくれる亭主でもあったらどんなに張り合いがあるか知りやしない、なんておばさんは言うんです。お気の毒なことにあの人は何不自由ないにしても決して幸せじゃありませんね。おろくは遠慮のない存分に封建的なことを言いますが、おもんを恨む者の心当たりはなく、腹の底では一五郎を疑っている様子ですが、証拠のないことはさすがにあからさまにも言い切れません。これで平次はうち中の者全部に当たってみたわけですが、困ったことに何の手がかりもつかめなかったのです。第11章。うちの中はもう明かりが入って、悲嘆と恐怖のうちにもなんとなくざわざわしておりました。若主人の留守中に起こった異変で采配を取るのは起床者のおばのおつね、あとは係人の一五郎がよく働くだけで、小吉やお幸は大した役にも立ちません。お門の死体は検死が済んだばかりで、まだ入管の運びにもならず、自分の部屋の自分の床、昨夜お門自身の手で述べられた床の上へ、痛々しくもそのまま横たえられております。死骸は思いのほか穏やかで、仏作って見えるのさえ哀れですが、優れた美しさは死もまた奪うよしなく、豊かな肉付きや整った目鼻立ち、おばのおかくの手で薄化粧を施したのも清らかさを添えて不思議な魅力です。こんな綺麗な死に顔をわしは見たこともありませんよ。八五郎が感嘆するのも無理はありません。それが頓死の証拠だよ。急所を打たれて声も立てずに死んだことだろう。その急所というのは盆の窪にたった一箇所、学問的に言えば人思いに延髄を砕かれたわけで、一瞬の間に死んだことでしょう。ここには呼吸中枢や心臓鼓動中枢があり、針や球点の方でもこれを生活点といって、一針よく生命を絶つと言われているのです。そんな恐ろしい急所を誰が言って知っていたんでしょう。さあ、そう聞かれると平次にも返答はできません。この事件が容易ならぬ深さを持っていることだけがひしひしと平次に思い当たらせます。もう辺りは暗くなってしまいましたが、平次はもう一押しと八五郎に案内させて井戸端へ行きましたが、そこにはおつねがひどい目にあった名残の行水たらいと2、3枚の戸板があるだけ。いげたは栗材の頑丈なもので、この辺りの井戸は深いせいか、車も鶴瓶もごまかしのない立派なものです。井戸とお勝手の流しとの間には紙を貼った粗い格子があり、その紙が1、2箇所荒々しく破れているのも大化らしくない二品みです。この井戸の底に何かあるだろうと思うが、こう暗くなっちゃ手のつけようもねえ。明日にも井戸替えをしてみつくれ。もっとも井戸屋を連れてくるまでは誰にも言うんじゃねえぞ。平次はそっと八五郎にささやきました。井戸から15、6歩で2軒長屋があり、1軒は建具屋の金次が住んでおり、1軒は浪人の伊予崎一馬が住んでおります。いずれも独り者ですが、表通りに面した建具屋の方はなんとなく裕福そうで、裏側の老宅はひどく貧乏くさいのは妙な対象でした。どこに行くんです親分。ご浪人の家を覗いてみるよ。うるせえ日本雑誌ですよ。うるせえくらいの方がいいよ。よく物を言うから。平次はそんなことを言いながら二軒長屋の一
方、浪人岩崎一馬のうちの岡手口に立っておりました。ごめんください。誰だ今頃。神田から参りましたが、平次と申す者で。なんだ、銭形の親分か。改めて名乗るにも及ぶまい。待て待て、晩飯の支度中で楽屋は煙だらけだ。表へ回ってくれないか。気楽そうな肩助き中年者の浪人岩崎一馬は、馬鹿にしたような打ち解けたような一種の態度で迎えます。いえ、ここで結構で。平次は相手の気軽な調子に乗るでもなく、もじもじしております。調子は少々乱暴でも、この岩崎一馬というのはなかなか立派な男でした。酒焼きは少し伸びましたが、ヒゲの跡が青々として、目の切れの長い、鼻の高い、まことに堂々たる押し出しです。恐ろしい皮肉屋らしく、言葉に毒を含んでいるので気難しい男とも見られますが、本人は案外来楽な好人物らしいと平次は睨みました。こんな人間の口の悪さは、頭の良さと世に拗ねたやけの反響で、決して付き合いにくい人間とは思われません。銭形の親分の前だが、隣の金次親方を縛っていったのは、あれは大変な見当違いだよ。あの男はちょいっと色男があって、キザではあるが、とんだ気の小さい男さ。へえ、そうすか。それにおもんと恋仲で、近いうちに祝言することになっていたんだ。この俺が両方から仲人を頼まれたんだから、嘘じゃない。上総屋の若主人が帰ってくれば、祝言するはずになっていた女を、何が不足で殺すものか。これは平次も一言もありません。金次とおもんが岩崎一馬に仲人を頼んでいたというのは初耳です。ゆんべは持病の勘でね、一晩寝つけなくてまじまじしていたんだ。まるでこの私が金次を見張っていたようなものだ。幾度上手に起きたかまで知っている。へえ、金次のほかにおもんを恨んでいるものは。どう考えてもないから不思議だよ。そりゃおもんに気のあった若い男は、町内だけでも三人や五人はあるだろうが、おもんという娘は陽気で明けっぱなしで、どんなことをしても人に恨まれるような人間ではなかったよ。あれは得な性分さ。岩崎一馬ほどの人間も、ひどくおもんには好感を持っていた様子です。これは話が別になりますが、お常さんを裸にしたのは誰でしょう。井戸端へ縛って晒し物にするなどは罪が深すぎますが。平次の問いは飛躍しました。あの女なら俺でもちょいっといたずらがしてみたくなるよ。え、あんまり取り澄ましているからさ。男というやつはとんだ物好きなところがあるものだよ。この上もなく身じまいがよくて、誰にも物を言わせないほど賢くて、四十三になるまで男に肌を見せなくて、その上どこか色っぽくて申し分のない器量だ。ちょいといたずらをしてみたくなる相手じゃないか。岩崎一馬、もっともらしい顔をして、とんでもないことを言うのです。旦那がそのお常さんを後添いにと望んだこともあるそうじゃございませんか。そんな気になったこともあるよ。俺より二つ三つ年上だが、あの通り若々しくて綺麗だから。それをどうして肌になすったんで。あの女は女才なくて賢いが、ちょいと気難しいところがあると聞いて気がさしたんだよ。時々虫のせいで何でもないことに泣いたり笑ったり、新しい着物をビリビリ破ったりするそうだ。浪人者の貧乏な拙者には向きそうもないて。それは誰が言ったんです。まあ言わないことにしよう。上総屋のうちの者がそれと教えてくれたに違いないが、おもんじゃないよ。ところで旦那、武芸の方はご自慢でしょうな。そんな芸当があれば浪人はしていねえよ。でも首筋、あの盆の窪が急所だということは武芸の方では分かっていることでしょう。それくらいのことは誰でも知っている。あれくらいのことなら針や球の方でも分かっているはずだよ。ありがとうございました。いや、お礼には及ばない。
その代わりおもん殺しの下手人などにはしてもらいたくないな。お常の方ならずいぶん裸に向いて井戸端にさらす気にもなるかもしれないが、おもんを殺すのはかわいそうだよ。あれはとんだいい娘だった。俺ももう少し若きゃずいぶん金次と張り合ってみる気になったかもしれない。それじゃあごめんください。平次は伊予崎一馬の長江絶を逃れてともかくも切り上げるほかはなかったのです。